議席番号6番、清風クラブ所属、中野重則でございますが、金田議長のご指名をいただきましたので、通告書に従い、順次一般質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。それでは、1番の広岡児童館についてお尋ねをいたします。まず、括弧1番の第5次塩尻市総合計画のうち、第1期中期戦略の広岡駅周辺の整備に掲げる北部地域拠点整備事業についてでありますが、この事業はこの後質問させていただきます広岡児童館の移設問題と密接に関連しておりますので、事業が計画通りに進捗しているかお尋ねをいたします。この事業は塩尻市内における市街地を形成する大門地区と広岡地区のうち北部圏域のまちづくりを進めるために、幾多の経過を踏まえて今日を迎えたところであります。現在、計画が進行している北部地域拠点整備事業についてでありますが、6月28日には公募型プロポーザルにより、18社から提出された書類の一時審査により、5社が選ばれ、その5社により、8月2日に行われた第二次審査公開プレゼンテーションにより、最優秀者が決定され、いよいよ本格的にスタートしたところであります。そして、その最優秀者と8月末には、基本設計業務に係る入札が執行され、契約に締結になったところであり、今後は基本設計に伴う検討委員会やワークショップを開催し、今年度末には基本設計業務を完了する予定で、北部地域拠点施設の骨格に係る基本内容の検討が始まりました。そして、第1期中期戦略最終年の来年度には、実施設計及び地則等を行い、第2期中期戦略初年度の平成30年度には、現在の市場を解体し、建設工事が施行され、年度末には施設が完成し、平成31年度からは、新しい北部地域拠点施設が、地域の期待と希望に応え、拠点施設における事務所機能がスタートする計画となっておりますが、この計画の進捗に支障はないかお聞きをいたします。そして、北部地域拠点施設が完成しますと、旧勤労青少年ホームにある市立図書館広岡分館は、この拠点施設に移転することになっております。また本年4月からは、この施設で、若者の就労サポート事業を展開しておりました、塩尻若者サポートステーションが、原新田区の理解と協力をいただく中で、障害学習館に移転しましたので、市立図書館広岡分館が拠点施設に移転しますと、旧勤労青少年ホームは入居者がいなくなります。そこで、括弧2番の問題に移りますが、入居者のいなくなった旧勤労青少年ホームの跡地利用計画についてお伺いをいたします。私は昨年9月の定例市議会の一般質問において、広岡西保育園に併設されている広岡児童館の利用状況等についてお聞きをしておりますが、現在の広岡西保育園の園児数と広岡児童館の利用者数についてお聞きをいたします。保育園の園児数につきましては、未満児を含めた人数を、また、近年における園児数の動向と西保育園の入園希望者が希望通り入園できたかできなかったか、その状況と、そして、広岡児童館については、児童館利用者が西保育園のほかに利用している施設があれば、その箇所と人数、そして、利用者、児童館を利用したい希望者に対し、実情はどうかお尋ねをいたします。次に、2番の県営住宅広岡団地跡地の利用計画についてお尋ねをいたします。この住宅は昭和35から38年度に建設され、地域住民の住宅確保に大きく貢献し、そして親しまれてまいりました。そして昭和56から62年度には、快適な居住環境を図るために、住戸改善を行ってきたところであります。
現在は11棟30戸となっておりますが、この住宅を11月24日までの工事期間をもって解体工事が行われています。解体工事が終了しますと、実測面積7500平方メートルの更地としての土地が残りますが、この土地は JR 広岡駅や高速道路塩尻北インター、そして新州松本空港に隣接した利便性に優れた場所であり、地元原新田区のみならず広岡地区全体にとりましても、今後の地域振興やまちづくりという観点からも大きく関心を寄せているところであります。そこで括弧一番の質問でありますが、現在解体工事の行われている団地跡地の利用計画について、塩尻市としてどのようにお考えかお聞きをいたします。考えられる方法としては、区画整理を行い住宅建設用地として販売することが考えられますが、仮にこの方策を採用するとして販売にあたっては、どのようにされるのか、現時点での計画があればお聞かせをいただきたいと思っております。次に括弧2番の団地跡地周辺の土地利用計画についてお尋ねをいたします。この県営住宅跡地周辺は大部分が第一種低層居住専用地域となっておりまして、低層住宅に係る良好な住居の環境が法的に確保される地域でありますが、今後エプソン広岡工場の拡張が予定されていることにより、従業員の増加が見込まれることや利便性に恵まれている場所であることを考えると、人口の増加が見込まれる場所でもあります。つきましては、このことを考慮した中で、この周辺土地の利用計画に変更を考えているか、そしてこの場所に市としての施設または遊園地の建設など何かお考えがあるか、合わせてお伺いをいたします。また利用計画策定にあたっては、団地南側住民の県道塩尻鍋割穂高線との接続する市道の整備が不十分などと地元からの要望もありますので、地元の要望を聞く意見交換の場を設けていただきたいと思いますが、これにつきましてもお聞きをいたします。次に、括弧3番の建築協定についてお伺いをいたします。これにつきましては、より良好で快適な住環境を担保する手法として、建築協定という制度がございます。市内においてこの協定を締結している地区は5箇所と承知をしておりますが、具体的に地区名をお聞きをいたします。合わせまして、建築協定制度の内容についてお聞かせをいただきたいと思います。次に3番の松本マラソンについてお尋ねをいたします。まず、括弧1番の計画概要についてでありますが、来年10月1日に開催を予定している松本マラソンについて、現在公表されている基本計画の中身を見てみますと、来年が第1回、それ以降については、毎年10月の第1日曜日に開催することとしております。参加定員は1万人で、松本市総合体育館をスタートに、フィニッシュは松本平広域公園新州スカイパーク陸上競技場を予定をしていますが、現時点で把握されている計画の概要についてお聞きをいたします。次に、括弧2番の塩尻市の関与でありますが、マラソンコースは、日本陸連公認を目指す 42.195 キロのうち、塩尻市内の道路を走る距離は約10キロメートルと、総走行距離の 24% を占めることとなります。地区としては吉田地区でありますが、走行する沿道の応援者や交通誘導員の確保等に市を挙げて参加協力することになろうと思いますが、例えば松本マラソン大会実行委員会への参画など、市の関与についてお聞きをいたします。続きまして、4番の括弧1、塩尻市が進める観光地域づくり施策についてお聞きをいたします。政府は来年度の概算要求の大枠として、観光を後押しして地域振興を進める施策を掲げております。内容は、観光案内所の増設や駅のバリアフリー化などのほか、訪日外国人を地方へ呼び込もうと、農村に滞在して農業体験や住民との触れ合いを楽しんでもらう
農泊の推進に力を入れるとしております。一方、長野県においては、公衆無線LANサービスや統一観光案内板、サイクリングノードといった整備が選ばれ続ける観光地には必要として、観光地域づくりを進めるとしています。このような中、塩尻として、今後進めようとする観光地域づくりの施策についてお聞きをいたします。以上で1回目の質問を終わります。